皆さんこんにちは。今回は日本の代表的な武道柔道で活躍する高市未来選手について話していきましょう。高市未来選手は様々な大会でメダルを獲得していますが、時には思い通りの結果が出せず何度も挫折を味わっています。しかし旦那さんの存在が今も現役で活躍を続ける原動力になっているそうです。しかしその旦那さんとは別居しているという噂もあります。そんな高市未来選手の旦那さんについて、子供の存在や別居についての真相を深掘りし紹介していきましょう。日本の柔道家高市未来選手、1994年4月7日生まれ、30歳、東京都八王子市出身。階級は女子 63kg 級で、身長は 163cm。 柔道を始めたきっかけは兄の影響で、先に柔道を習い始めた兄の練習を見ていて自分もやってみたくなり始めたそうです。小学2年生の時、最初に通ったのは実家近くにある高尾警察署。警察署の道場で柔道の基本を身につけ、稽古を始めて1年の小学3年生になると、高尾警察署で学ぶ先輩たちの影響を受け、2つの道場に通うようになったそうです。道場は神奈川県相模原市にある愛武館吉田道場で、八王子市からは電車で通っていたそうです。区間そのものは短いですが、毎日電車に乗るのが嫌でしたし、道場の雰囲気も厳しくて練習に行きたくなかったと高市未来選手は明かしていました。相模原での練習後に高尾での練習の日もあり、とにかくきつかったそうです。柔道以外にも体力作りのため水泳でも厳しい練習を積んでいたそうですが、やはり中でも愛武館吉田道場で柔道家としての礎が築かれたのは間違いないでしょう。左右前後に動かし、相手の体勢を崩す柔道の原理を技ごとに詳しく指導して体に叩き込まれる環境で技術面が伸びたそうです。実際愛武館吉田道場からは名選手が多く世に出ていて、渡名喜風南選手や吉田司選手、丸山城志郎選手が愛武館吉田道場の出身です。日本一を目指すという気持ちで、中学は愛武館吉田道場の近くにある相原中に進学。実家を離れ道場で寮生活を送りながら柔道に打ち込む日々を送ったそうです。練習量が増えた中学時代は10時間も稽古を続けた日もあったといいます。その努力の結果、中学2年から全国中学校柔道大会の63キロ級を2連覇。さらに3年時には世界カデ柔道選手権大会でオール一本勝ちでの優勝を果たしています。団体でも1学年下の吉田司選手らと共に全中、全日本選抜少年柔道大会、近代柔道杯、全国中学生柔道大会の3冠達成という偉業を成し遂げました。中学時代に世界の頂点を経験した高市未来選手ですが、淑徳高等学校に進学後は高校2年時に参加した今式高校柔道大会で左膝前十字靭帯断裂を負い、長期離脱を強いられました。しかし約1年で復帰を果たし、高校3年時には講道館杯全日本柔道体重別選手権大会で3位入賞という成績を残しています。淑徳校を卒業後、2013年4月に実業団の小松に入社。2015年4月の全日本選抜柔道体重別選手権大会で金メダル。同年8月のアスタナ世界柔道選手権大会と12月のグランドスラム東京で銅メダル。2016年2月のグランドスラムパリで準優勝と輝かしい成績を残しました。そんな高市未来さんは2022年11月に結婚しています。高市未来選手の旦那さんは元柔道のトップ選手だった高市健吾さんです。1993年4月6日生まれ、31歳、愛媛県出身です。現在は柔道の台湾代表コーチに就任しています。コーチを務め始めたのは2023年4月からで、東京オリンピック60キログラム級銀メダリストのヤン・ヨンウェイ選手などを指導することになったそうです。高市健吾さんが台湾代表コーチに就任することになったのは、所属していた小松のチームメイトレン・チンレイさんが誘ってくれたことがきっかけだったそうで、台湾代表チームがコーチを探していた時期に高市健吾さんに白羽の矢が立ったそうです。そんな高市健吾さんは
現役引退後は会社員として働いていたそうです。高市未来選手曰く、会社員時代は毎日暗い顔をしていて心配だったと語っています。しかし台湾代表のコーチのオファーを受けてから表情が明るくなったといいます。高市健吾さんにとっては大きな転機だったのですね。そんな高市未来選手と高市健吾さんですが、現在は別居婚生活を送っています。結婚後は一緒に都内で暮らしていたようですが、高市未来選手が柔道に専念するために別居婚という選択をしたそうです。また高市健吾さんは台湾代表コーチ就任に伴って単身台湾へ移り住んでいます。そんな別居婚について高市未来選手は、一緒になったら終わりかもって冗談でよく言われますと話し、一方高市健吾さんも、パリオリンピックが終わって一緒に暮らし始めたらめちゃくちゃ仲が悪くなるかもしれない、そうならないように気をつけますとお互い笑顔で話していました。二人にとって今の距離感が夫婦円満の秘訣なのかもしれないですね。そんな高市未来選手と高市健吾さんの馴れ初めは2014年の国際大会だったそうです。ドーピング検査を待っている時にオリンピックチャンピオンの松本薫さんから、この子どうと勧められたことがきっかけだったそうです。それに高市健吾さんは、いい意味で気を使わずいられたし一緒にいて楽しかったのでと好印象だったようで、出会いから 2,3 ヶ月後に交際がスタートしたそうです。高市未来選手と高市健吾さんの交際期間は8年だそうで、2014年の国際大会で出会い2022年11月に結婚しています。プロポーズの言葉は高市健吾さんからの結婚しようという言葉だったそうです。その裏には高市未来選手のプレッシャーもあったといいます。高市未来選手は、プレッシャーは私がかけました、主導権は間違いなく私だと思いますと話しています。そんな高市未来選手と高市健吾さんの間に子供はいるのか調べましたが、どこにも情報は出ていないので現在子供はいないのではないでしょうか。パリオリンピックも控えており、お互い別居婚なので落ち着いたタイミングで考えているのでしょう。現在は別居婚ではありますが夫婦円満のようですね。そんな素敵なパートナーにも恵まれ、今も現役で活躍している高市未来選手ですが、以前は引退も考えるほどの挫折を味わっていたそうです。2016年満を持して出場したリオデジャネイロオリンピックでは、フランスのクラリス・ワグベニュー選手との準決勝に敗退、3位決定戦にも敗れて5位に終わり、自分は本当にオリンピックに出ていたのかと苦悩したそうです。帰国時の空港では柔道日本代表のほとんどがメダル獲得者としてセレモニーに向かう中、高市未来選手は一般通路から出るという厳しい現実を味わいました。しかしその苦悩を経て東京オリンピックを見据えた4年は充実していたそうです。まずは不調だった右手首の治療に専念し、2017年6月のグランプリフフホと同年12月のグランドスラム東京で優勝、以降も2018年11月のグランドスラムデュッセルドルフ、2019年4月の全日本選抜柔道体重別選手権、同年5月のグランドスラムバクー、2020年2月のグランドスラムデュッセルドルフで金メダルを勝ち取りました。仕切り直しのオリンピックイヤーとなる2021年3月のグランドスラムタシケントでも優勝し、リオオリンピックでのリベンジに燃えていました。しかし2021年7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは、2回戦で伏兵であるポーランドのアガタ・オズドバ選手と対戦すると、小内巻き込みで技ありを取られるも、ビデオ判定で1本に変更されて1本負けとなり、敗者復活戦にも出場できず2大会連続でオリンピックのメダルを逃しました。個人戦では女子代表7人で唯一メダルを獲得できなかったが、事前にエントリーされていた男女混合団体戦では銀メダルを獲得、しかし試合には一度も出場していませんでした。左足首と左肩を負傷していたことを後に明らかにしています。2度のオリンピックの敗退や度重なる怪我で引退も考えたそうです。しかしその後は旦那さんの高市健吾さんの存在もあり、現役の道を選んでいます。高市健吾さんは
男子66kg 級でオリンピック出場を目指し、2014年世界選手権に出場した日本の元トップ選手ですが、怪我の影響などで思うような結果が残せず、オリンピック出場は叶わないまま2022年5月に現役引退しています。高市未来選手はそんな高市健吾さんの姿を見てきたからこそ、大好きな柔道を続けられる環境にいることは当たり前じゃないんだと悟ったと明かしています。高市健吾さんは決して言葉数が多い方ではないそうですが、悩んだ時その姿に何度も背中を押され励まされてきたそうです。高市未来さんは、彼の分までというのは少し違いますが、より甘えがなくなりました。彼は不完全燃焼で現役を退かなければならなかった。将来のことを考えると、所属している会社を辞めて柔道を続ける決断を選択するのも難しかったと思います。そして現役を続けている私にも多少気を使ってくれた部分もあったはず。申し訳なさもありましたし、より自分自身の人生を楽しんでほしいとも考えていました。そして彼は次の道へと進んでくれた。その姿をそばで見てきたからこそ、もうきついなとか、ダメかもしれないとネガティブになりそうな時も、トライできるチャンスがあるんだからやりきらないと、とポジティブに感じられるようになったんですと話しています。自分の夫を褒めるのもおかしいですけど、人の話をしっかり聞ける人なんですよ。とにかく優しくて、そこはすごく尊敬するというか、学びたい一面です。一緒に涙を流してくれる高市健吾さんの存在が、傷ついた高市未来選手の心を癒してくれているそうです。集大成と決めていた東京オリンピック後、自身の去就を決断するとき、左膝前十字靭帯を断裂したとき、いつも黙って寄り添ってくれたのは高市健吾さんだったそうです。続けて、彼は絶対に否定しないんですよ。靭帯が断裂したときも、もう十分に頑張ってるよとか、頑張りすぎなんだから少し休んだらと言葉をかけてくれて、それで心の余裕ができて、自分を肯定できるようになったというか、彼の方が私よりも私のことを、彼の方が私よりも私のことをと話しています。選手生命をも脅かす怪我だったが、現役続行という道を選んだ高市未来選手の決断を、高市健吾さんは彼女らしいなと思ったといいます。そんな武市未来選手はパリオリンピック2024の柔道日本代表に内定しています。リオデジャネイロ大会では三位決定戦で敗れ、一昨年の東京大会では2回戦で敗退。3回目となるパリオリンピックでは、金メダルを取るとかそういうのを捨てて戦いたいと話されています。武市未来選手の活躍に注目ですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた。